さんごきげんよう、ニーヤンです。今日は届きましたよ、例のやつ。あれ誰も名前ないですか。そうそう、そういう愛の手がないとね、やっぱ。いや、まあ一応入れるんで、おー、あ、そういう、あれ言っちゃうみたいな、それ大丈夫です。来ました。何ですか、何が来たんですか。ほぼ来ました。何なんですか、それ。じゃじゃん、おお、エボシールド出ました。エルボーガードですね。エボシールド知ってますか、皆さん。プロ野球選手やったらね、柳田悠岐選手、伊藤芳生選手とか、マルテとかね。マルテはとりあえずメジャーリーガーとかで今なんかね、アジュさんがこの前ここ何でしたっけ、フェイスガードつけてるのあったんで、まあメジャー企画第2弾、マイク・トラウト選手とかイエリス選手とかも使ってるんで、タティス・ジュニア選手とか。では開封していきます。お願いします。これ一人でつけれる、あ、なんかこんな感じになってます。一回とベルトと本体、本体がそれどうなってるんですか。これで今真空されてるんですけど、これ空気にさらされちゃうと5分ぐらいで固まっちゃうみたいなんで、これ開けたらもう勝負ですよ。そっからが時間との勝負で、今踏み始めるやめに。でこれ巻くベルトですね。はい。でこれ巻くガーゼ、はい、巻くって2回言っちゃったけど、いきます。開けますよ。じゃあ、はい、じゃあヘルパーさん、ヘルパーしてもらって。開けますか。はい、ヘルパーさん、ヘルパーしてもらって。よいしょ。ちょっと脱ぎますね。あのここじゃつけれないんで、見てもらおうかなと思って。あ、乳首 NG な。カットして YouTube はい、いや NG よ。いきますか。で、この形、かたどるために30分、はい、このままでいきます。はい、30分後。はい、お嬢、お待たせしました。30分経ちました。結構最初に比べて硬く、ヘルパーさん硬くなってないですか。あ、エルボーガード、エボシールド、あ、すごい。え、もう音わかるかな。甲高い音になってますね。これどっちやろうか、こうか。こうやって試合になったら、こうやってこうやってこう。かっこいい。どうすか、いいですか。かっこいい。かっこいいですね。ありがとうございます。これで、まあ、ところでなんで急にニーアンエルボーガード買ったのかっていう話ですね。あ、はい、を聞きたいんですよね、テキサスさん。はい、言ってましたもんね。はい、というのもやっぱり今年で27になるんですけども、運動能力は落ちてる気はしないんですけどね、日に日に回復力が落ちてきてるなと思うことがありまして、すごい疲労が溜まりやすかったりとか怪我になりやすくて、今シーズンもちょっと痛めてる箇所もあるんですけど、いや、まあその中で怪我ね、僕右投げ左打ちなんで、あの、あ、取れちゃうわ、あかんわ。右投げ左打ちなんで、右肘守らんとね、投げれんかったらあかんので、ってことで買いました。よろしければ皆さんも怪我防止にエボシールドっていう感じで今日は終わりたいと思います。わかんないですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。